今日は警察相談の日なんだってさ。犯罪や事故の発生には至ってないけれど、ストーカーや DV、悪質商法など警察に相談したいことがあるときは、警察相談専用電話#9110をご利用ください。全国どこからでも電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながるんだってさ。あ、また本番始まってるんだね。じゃあ始めよっか。9月11日お誕生日おめでとうございます。ポーン、塩崎大地様、ミルク、音楽家、お誕生日おめでとうございます。ポーン、岩本愛美様、キャンパスクイーン、お誕生日おめでとうございます。ポーン、石原ゆり子様、ココバーレスク東京、グラビアアイドル、ショーダンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、磯村隼人様、俳優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、倉持敦香様、元 AKB48 タレント、司会者、女優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、大島麻衣様、元 AKB48 タレント、歌手、グラビアアイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン、松本香里様、柔道家、お誕生日おめでとうございます。ポーン、与田秀正様、北海道テレビ放送アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、安田翔太様、ジャニーズ、関ジャニエイト、歌手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、駒井あゆみ様、千葉テレビ放送契約アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、前田圭介様、デミオロメン、ベースコーラス担当、お誕生日おめでとうございます。ポーン、小籔和豊様、お笑いタレント、喜劇俳優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、矢作健様、おぎやはぎ、お笑いタレント、司会者、お誕生日おめでとうございます。ポーン、桐田勝治様、勝治、ドラマー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、倉田哲夫様、俳優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、岩瀬恵子様、アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、田丸和夫様、毎日放送報道担当アナウンサー、防災士、お誕生日おめでとうございます。ポーン、三藤里文様、毎日放送アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。9月11日生まれの運勢は恋愛運と金銭運がずば抜けてるんだってさ。すごいね。20代過ぎたあたりにいい人と出会うことがあるんだってさ。仕事運は高いらしい。恋愛運と金運は年を重ねると下がるんだってさ。総合運は上昇するので問題ないらしいよ。本日はこんな感じなんだってさ。じゃあまた明日。バイバイ。